今収まままって係が離れしししたたスタート最し内しポント1番シングン・アーメットコースタートを切りました外から12番のクラウン・クーロンがコースタート、コーダッシュ一気に先頭に立ちますが大外から15番のウィンド・ファルクスこちらが出ていきます、その後3番手13番、ダイクロワイト並んでかわして14番、稲妻ミノル上がります。これらが先段 その後3番のジョリー・ロジャー先団を追っていきました、外から4番、ダイタ・ジャスティス。 さらに外からは7番のハイグッドワールドが続いてインコース1番、シングン・アーメット1コーナー回っていきましたピンクの帽子2頭15番のウィンドファルクスがいきましたこれを追って14番、稲妻ミドルこれらが先頭2番手で2コーナー3馬身がいて12番クラウン・クーロンが3番手外は13番、ダイクロワイと並んでいきましたオレンジの帽子2頭3番手1馬身半差、外へと出した4番、ダイタ・ジャスティス内は1番、シングン・アーメット2頭の間3番、ジョリー・ロジャー続いています。その後は2バシン 切れました2番の鈴のレイライン、外は7番のハイグッドワールドが並んだ中段、1馬身差、5番のアスクデビューモア、外からは10番、タイガの一滴を仕上げて、残り800を切って 1000m は1分3秒2のペースになっています、5番のアスクデビューモアの後ろ、続いていく8番、カドさん頑張るで3コーナーカーブ、3馬身がいて6番、イマジン・レノンおしまいから2投目、9番、名将、伊藤が最高峰すでに残り600を切って3、4コーナー中間。さあ今度は 7枠両頭12番クラウン・クーロン、13番ダイクロワイト、この2頭、先頭2番手に変わって、3番手に3番ジョリー・ロジャー、これらの外へと持ち出そうとしているか、いや、インコース、あとは4番、ダイタ・ジャスティス、第4コーナーから直線、13番、ダイクロワイトが先頭に変わって、リードを一橋に取ろうとする、4番、ダイタ・ジャスティス、そのうち3番、ジョリー・ロジャー、この2頭を追って、12番のクラウン・クーロンも踏ん張っている、さらに大外から5番のアスク・デビューモアが鋭い足で追い込んできた、13番、ダイクロワイトを一気にかわし去った。 5番アスクデビュオはコーリン鮮やかでした2着13番ダイクロワイト3番ジョリー・ロジャース3着。